ニューポケモンスナップやっていきたいと思います。どうもグラシャです。今日はね、5月は27日、もう結構収録スケジュールはギリギリだったりしますね。さあ、そんなわけで今回なんですけれども、どこ行こうかな。メガニウム会いに行こうか。そうだな。よし、なんかすんげー久しぶりにイルミナスポットに来たぞ。イルミナスポットっつうかメガニウムのスポットに。おあ、これはイーブイ、イーブイ、イーブイ、おはようございます。イーブイを捕らえたいな。イーブイ待って、イーブイ待って、イーブイめっちゃ早い。イーブイを取りたいけど、メガニウムはね、正直ね、メガニウムもいいんだけど、イルミナ、イルミナパワー、イルミナチャージ、すっげー、だってすごいすごい、イーブイとメガニウムのオーセが、メガニウム、イーブイ、イビこっち向いて、イビ目線ください、イビさん目線ください、目線ください。あ、しまった、リンゴに適当に放ったリンゴに気がいってしまった。イビさん、イビさん、あーもうおしまいっすか。メガニウムに、メガニウムをイルミナチャージだ。あーみ、あーオッケー、さすがメガニウムをイルミナチャージ。ああ、あ違う、メガニウムを刺してるのかな。あったね、古代遺跡。そろそろ、あ、メガニウムさん、メガニウムさん、もうちょっと、もうちょっと取りたかったんですけど、終わりっすか今回。お、遺跡があるね。じゃあまた、また会いましょうメガニウムさん。イルミナチャージいっぱいしといたんで、また次の分よろしくお願いします。なかなかゴールしない。よし、はい、じゃあメガニウムに会ってきました。さてでね、イーブイがいましたね。いいね。ちょっとね遠いんですけども、メガニウムの、メガニウムとすげえはしゃいでいる、いいね、イーブイでした。でメガニウム、これどうよ。ああ、いいね、5000点を超えてくる。で古代遺跡がありましたね。新発見だ。はい、これ、あ、そっか、新発見だったか。はい、そんなわけで、ね、調査レベルこれ先長くない、うん、全然たまらないもんね。なぜなら被写体がほとんどいないから。ちょっと気になるからレベル上げてみるか。すごい、レベル上げるまでちょっとやってみますかね。さすが。キワモード。
あ、シェイミーじゃん。シェイミーいたんだお前。ちょちょ、お、待って待って、あ、すげえすげえすげえ、シェイミーオンザメガリウム、イエーイ、やべえやべえ、あ、待って待って待って、急に爆心戦で、急に爆心戦でちょっと駆け抜けるから、待って待って、ちょ、シェイミー、シェイミーにピンタを、そろそろ、え、やべえやべえ、テンション上がるただちょっとね、メガニウムが速くてね、これはいいね、素晴らしいわ。はい、そんなわけでちょっと行ってみたんですけど、さて、まあイーブイはとりあえず置いといて、いい、ね、イーブイは置いといて、メガニウムがね、うん、シェイミーとおしゃべりしてたんですね。多分もうちょっと回り込めればよかったな。で、キュアワーが飛んでました。いいね、もう見かけたってレベルなんで。でね、シェイミーがいたんですよ、シェイミーが。いいね、シェイミーがいたんですけど、いかんせん判定のほとんどをメガニウムに吸われてしまって、全然取れませんでした。残念。よし、じゃあ引き続き調査レベル上げていきたいと思います。よし、ベストタイミング、はい、星4メガニウム、急だったねはい、コンプリート。おお、で、星3ミツハニー、ナイスタイミング、これは、おー、いいね、おー、超えてきた超えてきた、頑張ってね、ニンフィア、え、あ、ニンフィア全然見えねえけど、おはようございます、おはようございます、あ、ニンフィア、おはようございます、いやー、可愛らしいね、今日もね、ご無沙汰してます、すごくない、あ、すごいすごいすごい、あ、近い近い、ニンフィアが、ニンフィアがメガニウムに、あ、すげえすげえ、あー、すごいすごいすごい、イルミナポケモンの登場を喜んでいる、へえ、あ、お帰りですか、始めようか、おい、ニンフィア、新発見だ、もっといい写真あったけど、とりあえず星4があったんで優先させていただきました、はい、さて、いいね、星チープ、ニンフィアはい、いいね、メガニウム、ほらちゃんとこっち向いてる方、いいよ、あー、5000点超えてきたね、素晴らしい。でね、シェイミの星4、いいね、いいね、ちょっとね、しかし、ニンフ、ね、ちっちゃい。ちっちゃいかったね。お、シェイミコンプリートですよ。おめでとう。始めようか。はい、メガニウム。いいね。他のポケモンがいっぱい映ってるよ。どうだい？ダメか。
いいね。第2位ピアノお食事タイム。はい、4000点。いいよ。ああ、2位ピアコンプリート。レイブイさん、いつもの。いいね。で、ミツハニーが結構他のポケモンがいっぱい映ってるよ。で、ほうほう、起きてます。いいね。はい、そんなわけで。そんなわけでやっとレベル3になりました、収録開始から45分経っております。おマックスとかある。いやここまで調べ上げるとはありがとう、期待以上の成果だよ。ああ、そうですか。それじゃあちょっと編集時間、編集した結果どんぐらいの時間になるのかわかんないんで、最後に1回ここ行って終わるかな。また何か出てくるかもしれない。さあどう？とりあえず、ね、とりあえず一緒だね。イーブイとメガニウム。あざざす。で、そうやってる間にニーフィアがねここにいるんで、ニーフィアを起こします。え、多分そしたらさ、ニーフィアメガニウムの方行くんで。イルミナちょっと当てながら、あ、どうも、すっげー。どうも。さすが。ここでね、喜んでるニーフィアが取れるんだけど、いかんせん向こう向いてるんで。あ、キワワーが飛んでいる。で、ここでなんかするとシェイミが出てきて、あそこにイルミナ当てるとシェイミが出てきて、シェイミが乗るんだよ。ライドンシェイミー。ただここのシェイミーは判定の大半をメガニウムに吸われるんで、とてもやりづらい。テンションぶち上がって、いいね。テンションぶち上げないね。なんかたまにね走るパターンがあるんだけど、何もない。でここら辺にリンゴいっぱい投げるとミツハニーがいっぱい出てくるんで、そうだそう、ミツハニーこっち見てほしいな、すごい近いからさ。シェイミルート入ったから違ったのか。何？あ、古代石。もうやい。まあ、じゃあそんな感じっていうことをいっぱいやってました。なんか調査レベル上がったけど大した変化分かんなかったな。同じことしかしてないからかな。さて、ベストタイミング。お、バージョンアップシェイミーライドバージョン取りました。やったぜ。え、ニーフィアの通常ポーズ、こちらも若干、あー、ダメだった。いいね。え、シェイミーメガニウム、
き。はい、そんなわけで、メガニウムの友達、ちょっとこれ狙ってみるか。そろそろ。さあ星4判定どうだい。ナイスタイミング。あー、やった、リクエスト達成。達成したけどこっちのがいい。ベストタイミング。はい、いいね。さあ近くなった、ちょっとだけ超えたね。はい、そんなわけでリクエストも達成したんで、イルミナスポットメガニウム編終了とさせていただきます。もうね、このスポットばかり1時間ぐらいやってるんで、まあ、この辺でいいでしょうか。ではまた次回他のエリアで会いましょう。ご視聴ありがとうございました。